やからみんなごきげんよう、読みかぎりきーです。いや、マスカラスさん、こいつらとんでもねえガキでね。あの、怪獣を焼き払うってんで、あの、森の木にもれ、メーサーを当てた結果、スギ花粉をまき散らしてやがるところを踏んづかまえたんでさ、<laughs> サスケンピーです。叩く人も間違いなくいるだろうけど、でも YouTube の動画って、えー、パトカーとか救急車が出てきたら絶対面白くなるよね。<laughs> 永遠の15歳こととはです。何の話 <laughs> え、だから、けい警察が出てくるか、もしくはなんか病院に担ぎ込まれる展開になったら、絶対 YouTube の動画って面白くなるよな、っていう。まあでも、そういうのはもう規定でダメになるんだよね。まあ。えー、過ぎてく時間は怖くないけど、輝きを失うのが嫌な人のためのチャンネル、トライミーテルズの <laughs> えー、東方怪獣映画レビューです。はい、今回は、フランケンシュタインの怪獣、<laughs> サンダ対ガイラ、語っていきたいと思います。え、えー、こちらはね、東方とベネディクトプロが制作したものです。はい。 で、えー、監督は本大志郎で、えー、特撮監督は、特技監督は津村英治監督です。はい。で、はい、脚本は石郎監督と、えー、メインがね、まぶちさんです。はい。今回ちょっとまぶちさん成分は薄いかなって感じがしますけどね。う,ーんうん。で、えー、制作は田中優子と、えー、なんかもう一人いるんだよね。えっ、ー、と、津田健一郎さん。はい。 東京映画製作部長、えー。で、出演者ですけど、ラスタンブリン、サハラケンジ、伊豆の首、伊藤久也さんですね。あとは立場文、タッチバン田崎淳、ソーダモ々いっぱいの、東方劇団でお送りいたしますと。ラスタンブリン、ラスタンブリンさんと、東方一座っていう感じです。そうですね。はい、ラスタンブリンって言うと、あのね、ウエストサイドストーリーとかでね、うんあ。ウエストサイドストーリー僕すごく好きなのでね、皆さんぜひご覧ください。<laughs> いで、あとね、えー、音楽は伊、伊福部明です。 おなじみ。いつもの。はい。で、えー、大馬鹿なストーリーなんですけど、えー、最近、海に行くと人がどんどん死んじゃうよ。あら、きっと、この間死んだフランケンシュタインが生きてて、人を食ってんじゃないのって言うと、水の美が否定しますが、やっぱりフランケンシュタインの怪獣でした。 えー、フランケンシュタインの怪獣をやっつけようとしたら、なんともう一匹出てきました。なんと怪獣は二人いたんですね。でいいフランケンシュタインの怪獣と悪い怪獣がいて、意見が仲違いしたのか、そいつらが喧嘩しています。よし、喧嘩しているか、一緒にぶっ殺そうということで、人間は怪獣を殺すことができるのかというお話です。はい。じゃあ、お二人はどうでしたかとワ君どうでしたかえーっと、この映画は、えー、っと、前編通して、ちゃんと1から10まで見たのは今回が初めてで。<ー>うん。 とはいえ、まあ、なんていうのあのー、まあ、この映画を知ったのは、えー、とーえと、ー、まあ、まあ、当然ながらコルタン文庫のゴジラ怪獣大百科でして、えー、ゴジラ怪獣大百科の、ええー、とー、まあ、最初の方から、カラ、カラのページがあって、で、そこに、例えば、まあ、ゴジラだったり、モスラだったり、キングギドラ、メカゴジラっていうのが載ってる中に、このサンダとガイラがとっくみ合ってるカラー、カラー写真っていうのが載ってて、まあ、名だたる人気怪獣に並んでですよ。<laughs> な、なんだこりゃ、このケムクジャラのお,おっさん二人はっていうのでね、まあ当時はびっくりしまして。で、まあ、で、まあそれでまあ一応そのまあ存在は知るんですけれども、まあ、あの、結構、まあレンタルビデオ時代でもまあ、私の生活圏にあるレンタル店には、あの、まあ、まあ置いてなくて。うん。 で、えー、それで、でもまあ、なんだかんだ言って、やっぱりあの、言及されることが多い作品で、これは本当に。うん、まあ、た、まあ、代表例を挙げると、それはもう、あの、気流二部作とかでね、あの、昔、あの、ガイラと戦った時に名作者作って、それが、あの、成果を出したんだよ、みたいなことが言われてたりとか。うん、あと、その後に、あの、進撃の巨人の元ネタとして、なんか、あの、サンダ対ガイラも、その元ネタの一つだっていうような、あの、小耳に挟んだりとか。あと、あの、ギャレゴジの時に、あの、ライムスター歌丸さんが好き。 怪獣映画として、GMK とか平成ガメラと一緒にサ三旦大ガイラを上げてたりとかで、金子俊介の自衛隊描写がこれの影響を受けてるっていいよね。 そうですね。だから、まあ、<う>あ、それも後で言おうと思ってたんですけど、なんか、その、自衛隊の描写で、あ、なんか GMK って、GMK の元ネタに実はこの3大会入ってたのかなっていうのを、今回やっぱ、ちゃんと最初から最後まで初めて通した、はじ、えー、最初から最後まで全部通してみたのは初めてだったんで、まあ、ちょっとそういうのを思ったりとかしたんですけど、で、まあ、なんだ、まあ、歌丸さんもその、言及してるし、で、で、 そんで、まあ、最初から最後まで見たことはないと言っても、やっぱりあの、メーサーャのシーンとか、ガイラが空港を襲うシーンとかはね、まあ見たことがあったんで、まあ前から気になってた作品で、まあ今回、まあやっとこさ、あの、前編通して見れたんですけど、そうですね。まあとにかくなんていうのも、か、なんか、本当にね、 あのー、ま、あこれが、ま、60年代ってことで、これより前に、その、それこそゴジラシリーズのずっとやってたりとかしてたわけじゃないですか。いやー、なんでこれを今までゴジラシリーズとか他のやつでやってこなかったんだろうってぐらい、ものすごいなんか面白い怪獣の見せ方の目白押しだっんで、の、怪獣の描写すげえなって思う反面、あの、 なんだろうやっぱ、サンダとガイラの戦いっていうのがね、ちょっと怪獣バトルものとしては、なんていうか、あの、爽快感に欠けるというか、白熱、あまり白熱はしないというか、どちらかというと、なんか、うん、悲壮感というか、悲痛というか、なんかそういうのの方が、なんか、あの、思って、なんていうの、前面に出てくるから、なんていうか、怪獣バトルとしては、あの、前作のフラバラ、フラバラの方がなんか楽しんで見れたかなって思う反面、でも、やっぱ、 やっぱあの、怪獣同士が戦うことによってのその、だ、なんていうの、周りの破壊描写とか、まあ、それも後々言おうとは思いますけど、そういう破壊描写とかの面で言うと、こっちの方に軍配が上がるしっていうので、あとやっぱり何と言ってもね、こんあの、前作と違って、今回は本当に東方自衛隊がかっこいい映画ですから、うん、あの、前回は本当にあの、うん、あの、戦車、戦車が走ってたらフラ、フランケンシャインが掘った落とし穴に落っこちるとか、そういうなんか情けない描写が多かった反面、あの、自衛隊の活躍も多いしっていうので、なんていうか本当に、あの、 フラバラと今,今作はなんか本当に一丁一短な作品だなと思いました。はい。はい、ああ<ー>。なるほどね。サツケさんはどうですか僕は、多分、あの、初めてフラバラ見た頃に、あのうん、その前後に多分見てると思うんですけど。はいはい、まあ、それはそれで楽しんで見てたし、あ後からメーサー出てきたの、これが初めてなのねっていうのを知ったりして、うん、あとなんか、ちょっとそ、 ちょそのちょっと後にあのね、YouTube かニコニコだか忘れたけど、あのうん、平成極楽オタク談義っていうのを、<ー>それで取り上げられてるのを聞いて、ああ、なるほどなって思ったりしたことはあったんですけど、まあ、うん、改めて見て、まあ、割と大体、語られてることはまあ思ったし、うん、うん、あの、 自衛隊はもちろんかっこいいんだけども、まあ、最初の前説で言ったように、あの、今、季節柄やっぱりあの、昔の東方特撮って結構ほこりっぽいっていうか、結構、誇りが舞うシーンが多いっていう、爆発、 と一緒にほこ、黄色っぽいほこりが舞うシーンが多くて、しかも森だからなんかね、杉花粉が舞ってるようにしか見えなくて、なんか、見る気とか見たらちょっと辛い映像なんじゃないかなっ,て <laughs> って、思ったりしたかな。季節の問題、でもなんかね、杉花粉として見てもあの粉塵はちょっとリアルなんじゃないとか思ってね、<laughs> うん。辛いけど、ただまあ、うん、た、とにかくサ,サンダーが怖い映画ですね。 うん。気持ち悪いです、あいつ、本当は。<laughs> うん、面白かったです。えっとね、これ結構有名だけど見てないっていうか、うん、マイナーな話じゃ、方じゃないですか。そうね。なんだけど僕結構これした、よく親しんだ作品でして。はいはい。あの、はい、初めて見たのは本当にもう、ええー、多分怪獣にハマってすぐぐらいに見てるんですよ、これ。うん<ー>。えー、っていうのが、あの、あの、お向かいの野田くんが、野田強くんがこれのビデオ持ってたのね。うん なるほど。だから、野田くんの家行くと、絶対その怪獣の映画見ようってなって、ビデオ見ようぜってなって、そのラインナップの中にこれが入ってたから、結構何度と小さい頃から何度も見てる映画なんだよね。<laughs> はいはいはい。だけどやっぱ子供の頃ね、ガイラが怖かったよね。うーん いやだから初めて見た時覚えてるけど、うん、ガイラが超怖くて、子供の頃に。うん、怖いなと思ったけど、あ、この後サンダっていい,いい、いいやつも出てくるからって言われて、そっか、サンダが出てきたら安心なのかと思って、から、<laughs> サンダってら子供の頃のシーンがあるじゃん。はいはいはい。うん、だそこでちょっと親しみが湧いて、<ー>うん。あ、サンダ可愛いなってって、うん、あ、これが大きくなってこれになったんだ。で、サンダは僕らの友達なんだなっていう感じで、うん、安心して見れたという記憶があります。最近、多分2年ぐらい前に、 見るの2年ぶりぐらいなんですけど、これ。うん、最後に見たのが2年前で、えっ、ー、と、その時見て、あら、改めて、あれ、これ面白いじゃんっていう。うん、あの、子供の頃ぶっちゃけ話はよく分かってなかったのよ。うん。あ、だら意味わかんねえし。あの、最後この、こいつらがどっちが勝つでもなく、海に沈んでいくだけじゃん。うん、はいはいはい。うん。子供の頃は意味不明だなって思いながら見てたんだけど、今見るとすげえ面白いなって。 うん、思いましたね。ドラマ面では前の方が好きだけど、特撮面ではこっちの方が好きですねって感じ。はいはい。かなはい、はい、というわけで、うん、割とかなり好きな作品です。特撮面はかなり豪華に,豪華になったよね。豪華というかさ、あの、この頃ってもうゴジラがさ、あだいぶほら、自衛隊がほぼ出なくなってきてっちゃう。<laughs> うん、はいはいはい。で、あとほら、作風的にもほら、明るいシーンが多くなったじゃん。 で、うん、ほら、あの、ミレゴジの時も言ったけど、ほら、怪獣はやっぱりさ、複雑でやっぱ暗い方が実はいいんだと言ってるけど、うん、そのままってさ、結構迫力、見応えのあるシーンが多くてね。まあ、すごく、うん、あ、いいな、これ。で、ほら、前回はさ、ほら、ミニちゃんがちょっとほら、ちょっと打声で作ってんじゃねえのみたいな、ほら、手癖で作ってんじゃねえみたいなこと言ったけどさ。うん。そういうのもなんか、そういう違和感もなくて、うん、あの、街のシーンとかすごくいいしね。あと、ほら、うん、さ、ラストのさ、バトルに入る時の、あの、下に、あ、 明かりが源化し下にあるんだなっていう感じあれがいい、あれがいい。あの、あと、せ、暗い中に戦車がさ、鍵になって、ちょっと半分経過かかってんだけど、あの、シルエットで、あ、見えるみたいな。あ、戦車いるんだ、みたいな感じとか、すごく絵作りもいい。あ、むしろ、あの、この頃のゴジラが、ちょっと、ほら、あの、堕落の、し始めてる頃だから。この頃って、えっと、66年か、これ。大戦争の頃ですね。大戦争から何回何回うん。 ちょっとまあ、うん。いや、だえ段階はほら、映画として面白いかもだけど、やっぱね、怪獣映画としてパワーダウンがちょっといがめない作品ではあるじゃん、やっぱりね。何度も使われることになる、あの、木を切っていくシーン。<laughs> うん。うん。あれもなんか、ほら、実はほら、あれってさ、使えるシーンが限られてるからさ、うん、全部、有名なシーンだけど、全部は見て、見てないじゃん。うん、今見るとやっぱりすげえかっこいいな、あのシーン。 うん。あとやっぱ爽快感っていうかね、うん、本当に。あの、うん、ま、木が切れるっていうと、それこそあの、気流二部作とかでも再現してましたけど、今回は、もう、気流二部作以上に盛大にスッパスパ切れてくれるから、もう見てて爽快感がすごいっていうのもあってね。うん、え、てかあの、気流の時のやつってさ、ありだよね、はい、なんかさ、これの再現というよりも、後にライブフィルムとして使われたやつの再現って感じじゃん。なんか。<laughs> ま,あま,あま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 あ。長さ的にも、その尺的にもね。うん。う なんかフリで見たこれすげえいいなって、あれなんか突発的にやったって話だけど、本当なのかな。まあ、円谷、うん、監督が現場で思いついて頑張って再演したっていうことらしいですけど。にしてはすごいよくできてるよね、これね。うん。まあね、それ言うと、そもそもメーサー殺人公選者の登場だって最初は予定されてなかったって話ですから。あーこのメ,メーサー初登場なんだけど、これ、なんかあれ、誤植によるらしいね、このメーサーってネーミングはね。誤植というか、<laughs> あの。 この当時はメーサーっていう名前だったけど、うん、今ではその同じ原理のものはメーザーっていう名称が一般的になってるってことらしいですね、うんうん、あそうなのまあだからティ,ティラノサウルスとチラノサウルスみたいなもんであ<ー>ああてか,あそのだから英,英語をどう読むかってことだよねうん <S,、うん、あの S をズってつけたりって読むのか S って読むのかっていうものだからうん まあ、どっちにしてもその、メーザーだとおかしいこ、本来意味が違うから、逆にこの方が架空の兵器っぽくて、うん、用語っぽくていいっていう、うん。感じもするけど、うん。まあ、メーサーって名前だから何かこう、東方メカとして何かこう定番化してった感じはする、うん、<laughs> というか <laughs>。いや、なんかさ、その後もいろんなメーサー出たけどさ、うん。なんか、これかっこいいね、すごく出てくるとき、うん。起動すきるきり、うぃーってあの、首が上がって、首というか、うん あれが上がってくるところ。あの、パラボラが水平に保たれてて、うん、首、首だけ動いてる感じとかすごい、ね。そう,そうそうそう。システマの。システムスの。シスいマス海の中のガイラを撃つシーンでしたっけ、うん、それでね、本当に動きを追うかのごとく、あの、砲塔だけ動いてる感じとかね、よかったなっていうのは。うん、<laughs> ちょっとね、そそるよね、あれはね。うん。あてかね、俺、こ作の自衛隊描写好きだわ。うん。あのね、そう、俺、この作を見て自衛隊の俺何が好きなのかっていうの分かったよ。 改めて。<う>俺、だからさ、ガメラ2の時、自衛隊活躍するんだけど、なんか俺、なんか乗り切れないって言ったじゃんはい。うん、あ、分かった理由が。あのね、まあ今回ほら、まあ、まあもともと石郎さんもほら、軍隊の歴が、悲しいことに長くなってしまった方だからさ、うん、まあ実際の軍隊経験っていうのもある、もちろんあるんだろうし、それは、うん、それはもう、俺らの世代には分からない。軍隊であるべき姿ってもあるんだろうけど、 あのね、うん、俺ね、自衛隊の好きなところってだから、自衛隊が正義の味方だとか、いい人たちだっていう部分じゃなくて、うん、俺ね、自衛隊というシステムが好きなんだろうね。ほうだからさ、ガメラ2ってさ、ほら、しっかり自衛隊は動いてくれるんだけどさ、途中ほら、なんかほら、あの、自衛隊のさ、人たちの心境を語るシーンとかあるじゃん。うん、ほら、今度は頑張ろうね、とか。うんあ あれシーンが、俺にっとって、俺の中の自衛隊の好きな部分と外れるんで、なんか、自衛隊は、その、あ,<ー>あの、いや、もちろんいる人は人だよ、もちろん。うん、なんだけど、自衛隊っていうのは、ほら、国民の財産とか命を守るシステムじゃん。うん。システムだって、あそこに人格はいらねえと思ってんだ俺は。なるほど。<ー>うん。ああ、はいはい。わかる、うん、だから、ガメラ2で俺にとってノイズだったのが、あそこに、あ、この人たちも頑張ってるんだよって見せられちゃったのが、俺の中になんか嫌だったのよ。 なるほど。うん。わ、わからなくない。うん、で、うん、この映画だとさ、ほら、完全にシステムとして動いてるじゃん。うん。まあまあまあ。で、で、で、そうなんだけど、その中に時折、ほら、あのさ、今やっちゃいましょうって、いや、ダメだっていうさ、あの、今やると問題だってなんかあって、うん、あそこでなんか、多少の人間関係見えたりするじゃん。うん、あとほら、田崎純が、あんたにこれでもまだやる機会、ほ保護するってのかいって言って、電話ガチャって切るじゃん。 あの時の、だから、ちゃんとシステムとして動いてんだけど、一瞬、なんかあれこの人、ちょっと今感情的になったって、垣間見れる具合がいいの、俺は。それが人間性でいいの。なんか、あいつらが、いや、昔こういうことがあってね、だから僕は自衛隊に入ったとか、いらない。いや、あるのかもしれないけど、見せないでくれっていう。別に、あの、アイドルが裏で彼氏がいるのは見たくないんだっていう。だから、そう、だから俺、だから、あの、 うん。で、自衛隊に、いい悪いをつけたくないの、俺は。システムだから。うん、そういうシステムでいてくれっていう。で、そういう意味でこの回のやつすごく好き。あの、ビシッビシッって動くじゃん。うん、なんか。準備よ,いよーし、準備よーしって言ったりさ。<う>うん、あれがかっこいいよね。あの、盗撮を取れた感じは多分、ホンダ監督の従軍経験が十分に、十二分に活かされてると思うんだけども。うん。絶対そうね。 あとやっぱああいう大掛か,かりななんか作戦の準備シーンっていうのもね、なんかもう最近じゃなかなか見れなくなったなっていうのはありますし、やっぱ。昭和ですら、昭和ですら多分もうモスゴジ以降はほぼないでしょう、多分、うん。だってこの時ってもうさ、自衛隊出なくなってんじゃん。サスを投げてんじゃん、うん、怪獣にゴジラだと、うん。うん、で、平成でもそれこそあの、ま、ビオゴジでちょろビ、えー、84とビオゴジ、 で、ちょっとあって、それから、うん、あと、まあ、GMK とかでもちょろっとだけありましたけど、そんなに大掛かり、まあ、それこそ大がかりにやったのも、美容工事が最後ぐらいで、なんか、うん、あこういうの久々に見たけど、やっぱいいなっていうのはね、思いましたね。すげえい。かっこいい。こうでなきゃ。 <laughs> <laughs> でね、あとは、その、まあ、さっきね、あの、金子監督の自衛隊描写がっていうのでも言いましたけど、うん、あの、防衛庁長官より通達って、事後、山の怪獣を3段、海の怪獣をガイラと呼称するっていう通信が、通信機がドアップになってるとこからスーッと引いてな、く、うん、映像の中に流れてくるって、ああ、GMK ここ参考にしたんだっていうのを今回発見した,たい,、うん、いね。うん はい。あの、キングギターの時とかって、ほら、もう、いつの間にか、え、いつ、誰から聞いたのっていう感じだったじゃん。そう。あの怪獣は、キングギターと判明ってさ、お前が、あの、緊急事態ですってお姉さんが言うじゃん、あれは。違うだろっていう。いや、もっとすごいのがさ、あれだよ。あれ、 欲竜の怪獣が飛んできたら、なんか、生物学者の人が、ラドンだって言ったら、そいつがラドンになっちゃう。ゴジラ対名かゴジラって映画が。<laughs> あれ、あれすごいよね。あれはラドンだ。<な>周りポカーンとしてるじゃん。<laughs> <laughs> あの、欲竜坊やですらさ、知ってていいじゃんだったらね、そんなに有名ならね。欲 <laughs> <laughs> 竜坊や知らねえからねそれはプテラノドンじゃない。欲竜なんかじゃないっていう。<laughs> それは怪獣ですよ <laughs> 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 まあこれがビオランテとかデストロイヤーとか人間由来だったらそれは人間が好きな名前付けてもいいんでしょうけどね。このフランケンシュタインなんだけど、うん、これ不思議な映画だよね。あの前回の続編なんだけど続編じゃないんだよね、なんかね。だからあれでしょう、うん、だからあの、うん、初五時に対するメガギラスとかキリュニブ部作みたいな感じでしょ、これ。うん、多分ね。うん。世間一般だと続編って思ってる人多いだろう、<laughs> 多いんだろうけど。うん、まあ。いや話は繋がってるけどいろいろ設定が違ってて、ほら、前回は広島だったじゃん。うん うん、ただ今回京都の研究所ってことになってるじゃん、うん、で、あと、ただほら、前回であったほら、脱走した時に私のマンションに来たっていうのはあるらしいし、うん、あと一番不思議なのは、前回さ、拾った時点でフランケンシュタインっぽかったじゃんあの、あれさあ、あの時拾った、この世界ではよ。うん、拾ったのは絶対猿の赤ちゃんだよね、あれはね <laughs>。<laughs> どう見ても <laughs>。確かにね。 なんかね、ね霊長類のね、なんかだよね。うんうん、あれを見て、あ、多分あのー、土屋義夫もあれを見て、俺の拾ってきたやつと違うな、絶対な。これはサルの赤ちゃんだなって言ってさ、<laughs> ここ見ね。あれを見て、フランケンシュタインだとは思わないだろうな。<laughs> うん。うん、<laughs> あと、この世界、ね、バラゴンいたんすかねバラゴンどうかなもしかしてゴジラと戦ってたのかもしれないよ。 ああ、今度こそ。まあ、怪獣総進撃にガイラが登場する予定もあったって話ですからね。うん、ま、まじでまじでだから最初は確か、だからあの、実際に出たやつのうち何匹かが出てなくて、代わりにたなんかガイラとかマグマとかがで出る予定だったって話は聞いたことあります。だけど。ただあれを、たださ、大きくなったやつを見てもフランケンしたいんだとは思わないよね。た多分あれをフランケンしたいんだって呼んだんだろうけど、 うん、まあ、フランケンシュタインの怪物だけど。うん、まあ、サン,あうん、サンダの顔立ちにちょっと名残があるかなぐらいだよね。うん。どっちらからでもなんかね、なんか違うものだよね。違うね。<laughs> うん。いや、わかんない。あのー、フランケンシュタインのね、原作でも、原作とも姿が違うから、わかんない。ただ。 そう。俺も多分その平成オダクダンゲって見たんだけど、うん、そこで言われて、なんか言ってたね。なんかあの、バラゴンにか変わったのは、あの、ゴジラだとベネクティクトプロがいじれないから変えたみたいな、そういう話らしいね。ああ、そういうことか。うん。で、あとその、フランケンシュタインの映画を作ったのは、あの、キングコング対ゴジラをやるときに、キングコング対、ほら、フランケンシュタインだったじゃん。プロメテウスだった。うん。うん、はいはい。だったから、フランケンシュタインの剣にも一緒に来た、ついてきたらしい。うん。うん、ああああ。ことらしいよ。はいうん まあ、だからでしょうね。今回もベネディクト社は海外公開版で結構いろいろいじって、あの、そもそもサンダもガイラもフランケンシュタインとは、あの、全く無関係ってなってるらしいですしね。<ー>フランケンシュタインじゃなくて、あの、<laughs> 雪男の一種になってるらしいですね。まあ、どう見てもそうだけどね。まあ,、うんうん、あちなみにね、ドイツではフランケンシュタインってね、怪獣って意味があるので、あの、ゴジラもフランケンシュタインです。ドイツでは。 うん、すげえ。いや、だからあの、ほら、日本では、ほら、ああいうさ、巨大モンスターのこと怪獣って言うじゃん。うん、はいはい。ドイツでは、巨大モンスターのこと怪獣って意味で、フランケンシュタインって言う。人命がそうなっちゃった。なんかンン、ババみたいなもんね。フランケンシュタイン博士は、なんか、かわいそうね。うん, <laughs> うん。結局、自分はさ、確かにあの人は、恋物を作りましたよ。うん。かといって、他の怪獣サイ後は、全部あの人のせいになってるじゃん、もう。うん。子孫はもう、なんか悲しいよね。<laughs> <laughs> ああ、先祖の馬鹿がなんかやらかしたせいでって、怪獣がねえために私たちが後ろさえ見さされるんだ。まさに松代までの恥だよ。いや、あの、フランケンシュタイン博士に確か子孫は残んなかったはずですよ。俺原作読んだことありますけど。いやほら、そいつは直球はなくても子孫は、は兄弟とかさ、親兄弟とかのところでいるんだよ、い兄弟、親がだどうな。いや、だから親兄弟も確か怪物に殺されたはずですからね、フランケンシュタイン博士。いや、いとこがいるからしい,い,といとこが。<laughs> <laughs> あの、あとあの、ほら、あとあの、<laughs> 葬式にならないと来ないような親戚。<laughs> あの、葬式か、そいつがなんか金がなくなった時にしか来ない親戚。<laughs> あの、で、あの、親戚児童からなんかすごい煙たかられてるやつあ。あとね、俺の気になったポイントとして、あのさ、<い>宇宙からのメッセージも俺なんかやたらとババアのことが好きになっちゃったじゃん。<laughs> <laughs> あれさ、この間ちょっと見返したんだけどすげえな、ババア語り。<laughs> バ,バア何があったんだって言ってる。で、それで言うと俺ね、今回のほら、ちょ、女の歌詞いたじゃん。 うん、はいはい。あいつ見ててなんかちょっと切なくなっちゃってさ、実はな、な、この人なんで、なんでここでこんなことしてんのって思ってるとさ、切ないんだよね。だってさ、だってさ、この頃さ、だってほら、あの、シルビー・バレタンとかさ、外人ってだけでね、ほら、もてはやされる時代ですよ。日本だとね。うん、まあ、外人さんだわ。可愛いお人形さんみたいって言われた時代によ。うん、あんなビアガーデンで歌わされてんでしょ <laughs> この女一体何があってここに、日本に来てわざわざビアガーデンで歌ってんだよ。 <laughs> <laughs> 何があったんだろ、うこの女っていう <laughs>。いや、歌手としての下積みには、ビアガーデンとかね。<laughs> うん。いや、それがよくさ、日本人の女の子ならわかるけど、こいつわざわざ海人、海外から来てるわけじゃん絶対騙されてるよ <laughs>。絶対に、あのさ、私歌手になりたいわ、つったらさ、あの、いや、あの、もう、アメリカだといっぱいいるから、今いっぱいいるから、うん、受けないよって、うん。 あの、ほら、ランシーシナトルとか、フランクシナトルの娘とか出てきてるから、この頃ね。うん。<ー>もう、うん、あの、無理だから、日本っていう発展途上国があるから、そこ行こうよ、って、うん。あいつらバカだから、英語の歌でもね、適当に外人語歌えばね、応援のことするから、つって。分かった、日本に行って、<laughs> 人は、アイドルになるわ、言って、日本に行ってアイドルになった、なろうとしたんだよ。そしたら、うん、まさかの、ど砂回りをさせられるっていう。<laughs> 本当で、私何やってんだろう、みたいな。ことで、しかも、かそこで怪物に襲われて、あれ絶対さ、 あの、遺者残るじゃん、あんなことされたらね。うん。うん、あれの子の人生って何なのって <laughs> <laughs>。悪い大人に騙されてだよ。<laughs> こんなね、なんかもう、東洋のね、貧乏国家、当時まだ貧乏国家に連れてこられて、最後怪物に殺される最悪な人生じゃないか <laughs>。殺されてはいないでしょ。<laughs> うん。いやでも,もでも。うん、もう歩けないよ。もう、とにかく歌手にはなりない。アイドルにもなりない。ん。<laughs> うん。で、あの当時はも嫁も、嫁にも行けないよ、もう。あの子に何が残ってるって言うんだいあともう木星に行って、変な子供を産むしかないんだよ、あの子には。<laughs> <laughs> <laughs> ああのババアそれかあ、違う。あ <laughs>、違う。違う。違う。いや、ちょっと、あの、妞星はほら、石だから、あれ嘘だよ。うん。<laughs> 王星はないからあ、そんなでかくないから、その人、子供産めるような広さないから、そこ。<laughs> かわいそうな、っていうことを思ってしまったわけですよ。<laughs> なんかあの子を見てて。何の話だよ <laughs> <laughs>、うん。ただまあ、ビアガーデンのシーンで思ったのがね、前作で、前作のレビューでも言われましたけど、うん、やっぱりあのブルーバックの合成とかで、ね、うん、やっぱ今の画質で見るとあのブルーバックの線が見えちゃって合成<ー>だとわかるっていうのが、ねうん、あのビアガーデンのシーンであ、なんとなくですけど、始まった時に、ああ、これ多分あの、ガイラ出てくんだろうなっていうふうに思いながら見てて、なんか、うん、それこそあの、気流、あの、 桐生二部作のあの、さ確かに一作目の方だったかな、なんか台風の,あのレポートアナウンサーがしてたら、あの、後ろの海からヌーってゴジラが出てくるっていうのがあったけど、あ,ねうん、あんな感じで、だから歌ってるお姉ちゃんの後ろからガイラ出てくんじゃねえのって思って、いつのた、どのタイミングで出るのかなって待ってたら、カットがパッと切り替わった瞬間に、あっちこっちにブルーバックの線見えまくって、あ,<ー>あ,あ今出るんだっていうのが分かったりとかしてね、ちょっとそこはやっぱり今見たことの不幸っていうのは、今作にもあるなっていうのは。ね、<laughs> あれもだから v、VHS 以前とか、リマスター以前の画質で見た方が、 あの、本来の意図した映像になってるんだろうね。うん。あちゃこれラスタンブリンがさ、すごくさ、仲悪かったらしいね。はい。みんなと。あの、ニック・アダムスはさ、ほら、あれじゃん。あの、すごいみんなと仲良かったらしいんだけど、うん。なんかラスタンブリンはすごくなんか態度悪かった。態度悪いというか、もう、あの、水の組がひっテり起こしてたらしいよ。 はい。でね、なんか、その、それもあるのかわかんないけど、正直なんか、ラスタンブリンさんなんか、ちょっと演技棒じゃねって思ったりもしたかなっていう。なんか、今回。あ<ー>で、なんか、それに引っ張ら、<ん>で、なんか、それに引っ張られて、なんか、その、なに吹き替えやってる方、今回、えっとムツゴ、ムツゴロウさんって方か。ムガーリだもんムガーリだ。あ、ムガーリ。後の、ムチの、あの、スペース、なんだっけ、あブラックホール第三惑星地のボスだよ。 ムツゴロウさんもなんか、そんなになんかなんかの、あんまり乗ってるような感じじゃなかったんでね、なんか、前作のなんか、ニック・アダムスとナヤ・ゴロウさんに比べると、なんかね、このなんか、ラスタンブリングさんがなんか、あの、特に、何、あの、水野くみさんがサンダーを止めに行くって言って飛び出して、その後追いかけてるシーンとかで、なんか、ちぐはぐだぞって思っちゃって、気、うん、<laughs> のせいかもわかんないけど。 まあぶっちゃけラスタンプリンってその結構役者としてはそんなにやる気が役者としてのモチベーションもそんな高くなかったって話をこの頃はね、うん、聞きますからねいやあのさラスタンプリンとさ水野久美がさ山に行くじゃん若者が歌ってるじゃん、うん、あいつら若者のほら若者はパワーがあるって言ってたじゃん はい、パワーがあるたびにあの若者たちさ、歌のレパートリーは少ないよね。<laughs> <laughs> 同じ歌でいくつまで歌ってんのって感じじゃないあいつら。<laughs> ふるさとって、でもあいつら多分さ、あの辺に行くってことはさ、多分都会っ子だろおそらく、ねうん。あいつらのふるさとってどうせあれだろ汚い海でしょ <laughs> 汚い、汚い川。<laughs> うん この頃の、ほら、日本ってほら、水俣病とか、ほら、あの、公害が問題になり始めるからさ。もうちょっと後じゃないですか。うん。<laughs> うん、いや、問題になり始めるのはもうちょっと後だけど。ああいや、この頃はまだ、うん、うん、どっちかというと、あの、こち亀のりょうさんの少年時代みたいなのどかな、あの、下町ですよ、東京も。<laughs> なるほど。いや、やろうかなじゃない、あ、違う、あの、ほら、<Yeah. S 1> ビートたけしが言ってたけど、あの、オールウェイズで描かれてる時代を、俺は同時年,年代生きてきたけど、すごい、なんかもうみんながひどいことばっかりしまくってたっていう、<laughs> こと言ってたよ。<laughs> うん。ええー。あの、オールウェイズはね、あれいいとこだけ切り取ってるからね。<laughs> 後のももろもろの問題を巻き散らし始めてる頃ですね <laughs>。あれだ、東京オリンピックとかが、東京オリンピックか、うん、もっと前か。 あとか、ト、うん、ントロップで言ってたけど。64年、四年か前か。うん。だってこのちょっと前まで、その辺にゴミが散らばってたような時代ですからね、この頃ね。あ,<ー>、うん、あの東京オリンピックで人が来るからってって、ポリバケツを出して、ようやくみんながゴミをポリバケツに捨てようっていうことを覚えたから。へえ<ー>。やっと日本人が、あ、日本人がゴミをゴミ箱に捨てることを覚えたよって時代だからね。<laughs> 立派じゃないか、ね地。地位を覚えたって言って。うん いう時代だから、まあそれはラスタンブリンもね、まあやっぱやる気ないんだろうね。<laughs> ないのはわかるよ、やっぱり。<laughs> だって、今の俺らがさ、名前は出しづらいけど、だからその辺なんかまだ、なんかうがうがの、うがうがの世界に行くようなもんでしょ。うん,うん。うほうほう,ほうほっっ、ほうほう。うほ、ん、う <laughs> すら怒ってるっていうところに行くようなもんで赤い汁飲まされんなろ。そう、嫌じゃん。 ね、赤いシリーのマサリてうん。ね、赤いシリーのマサリてなんか演技してくれって言われてもさ、じゃあ適当にやっとこうかなって思うじゃん。うん、どうせわかんねえだろって,言って。なんかラジオ一個あげとけば喜ぶんだろ、こいつらはよ。<laughs> うん、まあいいや、子供にだけどタバコあげちゃおうって,って。なるじゃん。<laughs> ええとね、まあ、まあドラマ面なんだけど、うん、ドラマ面はやっぱり前回の方が面白かったかなと思うけど、うん、まあ、まあちょっと今回の話ってさ、前作の続編として考えるとね、うん。うん なんかほら、前回ってほら、フランケンシュタインがやっぱ死んじゃうじゃん。うん、死んじゃうとか、その後さ、まあ、死んだんでしょうかって、ほら、死んだ方がいいんだよって言われるじゃん。うん、まあ、まさにその通りだなって、まあ、俺はあの時思うのよ。うんうん、っていうのは、うん、どんだけ、あの、ウィズの組があれを愛してたとしても、まあ、結局怪獣だから、 人間の世界では生きていけないから、うん、幸せにはなれないわけですよね、うんで。まさにそれが今回それだなっていう感じでさ、うんちょ。確かにその怪獣バトル見てて、見てて切ないんだよね、なんかね。うん、この人間の世界に出てきてしまって、ガイラもサンダーはいいやつだけどサンダーも生きていけないじゃん、この世界で。はい。でさ、ガイラ一応悪役ってことになってるけど、<laughs> うん、なんかね、 ガイダがね、憎めないんだよ。どうにも。怖いけど。まあ、あの、あの動き、ねら、あの終盤のあの仕草とか動きを見るとどうにもね、うん、もう。うん。 なんか、よく、ほら、あの、なんだ、だから、ぶらや監督の技術がすごいですね、とか、なんか、本田監督の演出がすごいですね、とか、あと、まぶちさん、関沢さんの脚本がすごいですね、とか言いますけど、俺、今回すごい、何よりすごいって思ったのは、今回、中島春夫さんと、あと、関田さんの、あの、お二人の芝居ですからね、本当にもう。芝居だね。なんか、ね、なんていうの、もう、本当になんか、 なまあ、こ,のこの頃の怪獣の着ぐるみだから当然あんまりなんか平成のやつみたいになんかアニマトロニクスで表情変えたりとかできないわけじゃないですか。うんうん、なのに動きだけでここまで感情を出すかっていう感じで。いや、あのね、ガイダもね、こいつ悪気がないなんかさ、ほら、ゴジラだって悪気がないってよく言うけどさ、だから前回も言ったけどほらふご、フランケンシュタインってさ、何かっていうさ、 結局ゴジラとかの終着点なわけじゃん。結局こういうことでと人になったことでよりそのいびつさ、うん、醜さが見えてくるっていうので、やっぱこれ人じゃんはい、はい、その、やっぱガイラってさ、あの、こいつは普通に自分はこいつはこいつで生きてきだけなんだよね。うん。たまたま人を食ってしまうという習性があるだけで、でさ、切ないのがさ、サンダがさ、一回ほら、ガイラを助けてさ、寝かしとくじゃんはい。ガイ、うん、サンダ視点で寝てるガイラを見るシーンがあるでしょうん。 もうあれさ、寝てる弟を見る兄の視点じゃんうん。うん。あ弟が傷ついてる、こいつを助けてあげなきゃっていうところで、パッて横を見ると、人を食ったとかある、うん、で、サンダ、うん、もうあ、その直前はほら、愛情溢れる兄の視点から、こいつを殺さなきゃっていう決断が来るじゃんうん。それがもう切なくてさ。で、だってサンダだってさ、こいつだって人間に殺されるんだよね、このまま生きてても。はい。うん。なんだけど、あいつは人間に、 愛されてしまったがゆえにですよ、一度。うん、人間を守ろうとしてしまうわけじゃん。うん、でもその愛は一方通行なわけじゃん。まあ、水の組は愛してくれるけど、他は誰も愛してくれないじゃん。うん。うん、うん。で、こいつはなんかさ、けなげにさ、ガイダーを守、ガイダーを倒そうとするじゃん。うん、それでも、もうなんかもう弟、俺の弟だから俺がインドを渡してやるしかないみたいな感じの。ふ <laughs> うん。というか、うんうん 自分としてはなんかサンダーは最後までなんかあんまりこう、好戦的というか殺そうとしてるようには思えなかったですけどね。ああ、<直>ああ、一応止めようとは、止めようとしてるんで、ね。うんうん、止めようとはしてるけど殺意みたいなのは本当になかったなっていうので。うん、で、ガイラもガイラでなんか敵意というよりはなんかもう怯えてなんか反響乱になってるような感じだったし。うん、<laughs> なんかあとね、じゃもう邪魔するなーって感じだよね。うん、うん。で、<ー>もう。 で、そんな感じで、その、もう、本当に本来なら望んでないような、あの、特名をするわけじゃないですか。そうだ、うん、あのね、あれがね、俺ガイラがね、見ててその切ないんで、なんかね、もう本当にね、うるせえな邪魔しないでくれよって言ってたみたいで、もう切ないんだよ、なんか、うん、ガイラが。うん、もう唯一の救いは、メーサー殺人抗戦車が3打だけは最後まで撃たなかったことっすよ、自分としては。うん <laughs> だけどね、あの、ま、ちょっとあの、今回ほら、津村さんそこまでその血の病者とかやらないけどさ、結構傷が痛々しいじゃん、ラ、うん、イラムうん、うん。それもまたちょっときつくて、あと生地人間っぽいからね。うん、そう。うん あとさっきのなんか怯えたようなとか、あの、あとそのサンダーが結構その首を振りながらこうガイラに歩み寄るシーンとかで結構まあ言ってしまえば擬人化された動きじゃないですか。うん、でもやっぱこれってやっぱサンダーってサンダーとガイラっていう限りなく人間に近い造形の怪獣だからそこがなんかそれはそれでちゃんと見れるっていうか。な、うんか同じようなその首を振って歩み寄るっていう動きをもしゴジラがしたらちょっと、ともすればコミカルに見えてしまうような気もするんで。あ、首振ってたけどね。 <laughs> まあ、特にこの当時だとね。<laughs> いや、あのねいや、俺はね、あれ首振るのは、たりそら、人間っぽい動きすぎるのは、やっぱこいつ人間に育てられたからなんだろうなとって思って。うん。そこがまた辛いよね。だから、あの、人の心は持ってるんだなっていう感じ。人の心は持ってるけど、姿だけがもうこんな姿になっちゃってんだよ。うん。そこ行くとね、やっぱ、ほら、あの、やっぱサンダとガイラって兄弟というよりはもう、分身って言われてるじゃないですか、劇中で。ガイラも、さぁって、あれ、 生ま,れ生まれ育った環境が違えばこいつもサンダーになれたんだよなって考えると本当にこいつは、うん、自分の生まれの不幸を呪うしかないんだよなっていうのでねそうだからねだから死んでた方が良かったんだよね本当はね <laughs>、うん、悲しいことにいやだからほら前回ほらとわくんがさほらいやフランケンが生きてるエンドもあればいいなって言ってたじゃん、はあ、いや生きてるエンドがこれだよ <laughs> 生きててもいいことはないんだよやっぱだから前回ほら日間さ「いや死んだ方がいいんだ」って まさにこういうことになっちゃうから、ほんと死んだ方が良かったんだようん、うん。まあね、で、今回やっぱ戦闘シーンがそんな感じじゃないですか。悲壮というか悲痛というか。よくサンダ対ガイラのポスターって結構ほら、結構あの、ガイラがサンダにこう飛びかかってるって、で、サンダーはこう、迎え撃とうとしてるような結構なんていうの、アグレッシブなポスターとかをよく見てたんでね、今回やっぱ、この戦闘シーンはまあ初めて見たわけなんで、結構、うん、衝撃ではありましたけどね、やっぱ。 いやー悲しい。で、水野くんも最後さ、黙って終わりでしょうん。あの、もう今回死んだでしょうかじゃなくて、うん、なんかあそこでもう諦めたんだな、っていう。うん、あもうあいつらとは一緒に生きていけないんだ、っていう。で、うん、逆にその、生かそうとすることが逆に彼らにとっては不幸なんだよね。うん、うん。なんか、うん。愛、愛情ゆえに。うん。愛情ゆえに彼らを守ることが逆に彼らを不幸にするみたいな。 なんか、うん、誰が勝っても誰も幸せになれない感じがもう、うん、辛いね。うん、だからそういう意味で俺の大好きだけどね、こういう映画ね。どこにも居場所がない人たちの戦いっていうの。うん <laughs> ただまあ、そういうやっぱ悲劇的な存在として書かれてる一方で、やっぱり怖がらせる演出はすげえなと思いましたけどね。いや、めっちゃ怖いね。うん、あの、が、あの、まあこれ、ライムスター歌丸さんも言ってましたけど、やっぱ、あの、船のヘリから下覗き込んだらガイラがこっちを見上げてるっていうのを、うん、噂には聞いてたけど、すげえなーっていうふうに思いましたし、ね。あれは怖い。うん。あれは怖い。あの、ちょっと、あの、ガイラのさ、質感の気持ち悪さも相まってね、怖い。うん、なんかさ、昔さ、お化けの、 話でさ海に行くとなんか昆布とかそういう海藻みたいなのが足に絡まって沈んじゃったこの話とか聞くからさ、うん、あ,あの毛に絡まってさなんか引きずり込まれそうじゃんまさに、うん、あのあしかもあそこでねうわーって驚く酒井幸夫さんがちょっと微妙に汚いおっさんで役で <laughs> 今回 <laughs>、うん、今回の酒井さん汚いなって思ってでねあとやっぱね、うん、怖いと言えばですよ、うん、怪獣がクロールで泳いで追っかけてくるシーンですよあ いやー、なんか、うん、恐ろしいというか、もう、あれね、クロールじゃなくて、あれがバタフライだったら、多分もっと怖いっすよ。<laughs> どっちが怖いんだろうねど、どうだろうね。<laughs> いや、バタフライって結構ね、泳ぎ方としては結構ねあのいもの、人によっては不気味に見えますからね、バタフライって、正直。だからね、バタフライ、まさにそのもの、バタフライのね、あいつはね、泳ぐときね、ああいう格好しないんだよね。 <laughs> ほんとどこまでもあいつは自分を綺麗に見せようとするね。<laughs> 冒頭タコ出るしね。またタコかいって <laughs>。またタコ。本当 <laughs> 好きですねって。<laughs> うん、<laughs> まあ、今回無駄じゃなかったからいいじゃん。<laughs> まあね、うん、タコが出てきた時にあの船員さんがさ、みんなを呼び出がわーって、その時さ、うん。はい、さ、タコだーって言ってるの、それ大変だーって言ってるの、どっちどっちでしょうね、ちょっと。俺ね、今何度か聞き直したんだけど、どっちにも聞こえるのよね。大変だーって言ってるの、うん、タコだーにも聞こえるから。うん。うん あのさ、タコだーの場合ね。タコだーってタコの怪獣が出てきたって意味でしょうその後、スズーって呼ぶじゃんそうすると、だから魚の怪獣が出てきたのかなうわ、タコも、魚の怪獣もいいんだ、来えっていう。なんかその、なんだ、あの、大トロ中トロアビに行かさし食べ放題みたいな。タコだー木だーわハマチだーブリだー たちま喜んでんじゃねえかこんなに食いきれないよむにゃ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 つてあの、あの、今、患者は今危ない状態なんで来ないでくださいって言って、いや、ちょっと、聞きに来たんですって、あの、ね、立島よしぶんさんがね、何を、何を歌うんだいや、もう食べられないよむにゃむにゃむにゃ。<laughs> もう、 もう胃が荒れ放題でちょっと <laughs> <の>、長くはないでしょうだ、ね。<laughs> <laughs> だからね、大のシーンがね、ちょっとびっくりしたんですけど、昔ね、あのル、ルパン三世のね、うんで、第二シリーズか。あれでね、うん、本当にこの今回の三イガ外来のタコみたいなシーンがあってね、なんか、うん、船室でルパンが、あの、船を操縦してたら、うん、あの、<う>ルパンが、の後ろにある船室のドアをタコの触手が開けて、ニューって伸びてきて、ぐるぐるぐるって巻き取られるっていうシーンあってね。ああルパン三世のスタッフ三イガ外来も 見ててんのっていう,ふうにちょっと驚いた待って年代がどっちか,どっちか前、まあ前後すると思うけどどっちか分かんないけどあと同じ時期にあの<い>海底2万マイルの映画があってそれでイカがああいう船を送うシーンが確かあった気がするんだけどあ<ー>だそっちもイメージソースになってる気がするなあ<ー>海底2万マイル海底2万マイルってもうち、うんうん、だとするとそっちの方が先かな同じ姿勢に似たような感じでイカが巨大イカが。 襲うシーンって、うん、似たよよなシーンがあるのよね、うんまあ、どちらにしろだから「ルパン三世」の第二シリーズはもっと後ですから70年代ぐらいですからどっちもとネタになってもおかしくはないなと思いますけどただでさえルパンタコ見たらじ馬死んでるぐらい嫌いなのにふ不運なやっちゃうなって思って見てましたけどだからそうするとか東宝はタコってイメージさこれだけやるとさつくかもねそれはほらなんか独土島でタコ出たけどさやっぱりなんかタコってあれはやっぱ日本特撮のオマージュなんだろうね うん、よかったじゃん、つぶらやさん。よかったよ。タコ大好きなんだから。うん、まあ、今ほら、この間も言ったけどな、このレジェンドオブゥモローでもね、うん、あっちの世界線でつぶらやさんタコの怪獣映画作ってるし <laughs>、うん。海から始まるとか、自衛隊の描写をきちんとやるっていう意味でもさ、なんか、原点回帰した感じがするよね、ちょっとね。<ー>怪獣映画とか。すごいなんか、これだけいろいろ話すけど、 結構ね、話は怪獣映画の基本に忠実な感じがして。うん,うん。海から始まるとか。で、科学に明るい人たちがそれを、事件を追うみたいな。うん。で、その、一生懸命その事件の対策をしていくみたいな。はい。で、そ、そんな中でやっぱね、そういう原点回帰だからこそなのかもしれないけど、やっぱ60年代半ばの怪獣映画にしては珍しくちゃんとビル街でやってくれたりとかね。うん。<laughs> あの、車が外来に踏み潰されていくシーンとか見てて、おすげえと思いましたもん。うん、随分綺麗にぺしゃんこになるから。うんうん あれ材質なんだろうね。うわ、俺もあった。な,なんだろうね。あれ多分ゴジラ、たぶんゴジラ2000ミレニアムはあれがやりたかったんだろうなと思いましたよ、うん、今回見てて。あー、蹴っちゃったもんね、あいつはね。いや、だからさ、なんか、この頃のほら話聞くとさ、ゴジラがどんどん子供向けになっていくのに、やっぱ作り手としては結構、結構なんか嫌な、嫌だったっていう話聞くじゃん。うん。うん、だから、 ゴジラはもう、アイドルになっちゃったからダメだけど、他で何とかしようとしてたんだろうね。で、この後んだっけゴジラ以外だと怪獣があって。えな、ー、んだゴジラ以外、なんかあったっけな、何回までないっけ何回まであの、えー、げゲズラとかの。あー、えー、ど、どうだっけ、あのー、どっちが先だったかな別に、海の幸の解体決みたいな。<laughs> ま<で>あ、この、翌年キングコングの逆襲だね。あー、そっかそっか。で、送信劇移動ゼロ。<laughs> で、で、それでその後の有川さんが何回撮ってたから、うん、まあまあ、そう,そうなると、怪獣映画立て直し以前の問題になっちゃうのか。うん。まあ。映画がね、遮蔽機、どんどん遮みになっちゃうから、うん、遮陽期ね、遮陽期ね。はい、遮陽期に入っちゃうから、うん、キングコングの前のなんか、最後にわって、もう一回怪獣映画復興だったのかもしれませんね、これね。うんうん、スタッフ的にもすごいやる気はあったし、うん、時代的にもまだギリギリ、 そういうことができる予算もあったし、うん、会社的にもっていう。だから、いろんな意味でこの頃しか作れなかったかもしれないなってね感じはするかな、ね。ダメになる。分裂するとそこから出てくるからね、シンゴジラってこれになるんだろうね、きっとね。ああ。うん。嫌 <laughs> <や>だ <laughs>、まあ。そう考えると、やっぱこのフサンダ散打ガ外ラってすごい映画だな。うん。<laughs> 怪獣映画、だからそうだ、怪獣映画の復興って何とかやるじゃん。 ない。その、これの後はその84ゴジラであり、うん。そして、新ゴジラでようやく完全に復活できたんだけど、うん。そういう意味ではなんか、最初の怪獣映画復興としてはすごい出来がいいね。うん。うん。これは見た方がいいね、これ。うん。 見てない人はぜひ見てください。うん、となんかいろんなもののね、ああ要素は本当に見えてきますしね、うん、これ見てくると、本当。あとね、ぶら下がってる時の水の組はすごくエロかったね。ああ <laughs> うん。なんか俺今回の方が前回の水の組より好きかなって感じですけども。うん、ほうほうほう。あ、そう、ああ、待って、俺前回の方が好きだな、前回の方が好きか。<laughs> うん。あの、ほら、今回でちょっとさ、うん、前回の方がちょっとね、人間ドラマに立てがしやすかった。 ま、ドラマ的に今回はちょっと確かに、存在感的には前回ほどでもないかもしれないけど、ね。ですよ。なんか、た、だ単にさ、うん、やめてください、殺さないでください、卵を返してくださいって言ってるだけじゃん。前回の方がドラマ的には良かったけどね。あの、みんな幻の作品とか、その、なんか、なかなかその、マイナーのやつとか言ってないで、皆さんちゃんと。うん。これは見なきゃダメですよ。見るかな。うん 明らかに、しか、明らかに、この、後のね、怪獣復活を、た、をやった人たち、84ゴジラ、平成ガメラ、新ゴジラ、絶対これに、影響されてるから、これに。うん。なんかゴジラの影響というか、これの、これを経てのゴジラ復活とかやってるから、絶対ね。うん。直初代じゃなくて、うん。逆にその初代とか、他の怪獣映画やろうとしてきたことを、むしろその、ブラッシュアップされてる感はあるんじゃないかな。 なんで、この、フランケンシュタイン二部作絶対見てね基本に忠実な怪獣映画だからね。うんうんえー、追加になります。一匹の怪獣がですね、二つに分かれて、それぞれいいもんと悪いもんになって、暴れようとする悪い方の怪獣を、良い方の怪獣が止めようとするその姿はですね、えー、この時期、えー、どんどん、 怪獣が子供のものになっていってね、あの、ゴジラも正義のヒーローになっていく、怪獣が正義の味方になっていく、うん、子供たちの人気者になっていくっていう流れの中でね、うん、それでもやっぱり怪獣は怖い方がいいんだっていうね、まさに怖い、怖い怪獣のガイラを、えー、その分身であり、いいもんであるサンダがね、必死で止めようとする姿っていうのはね、なんか、 皮肉にも当時の怪獣映画の姿を映してしまっているんだなぁと、ちょっと感じてしまい、感じてしまいましたね。でやっぱね、と。 それ以外の面で言うと、やっぱね、うん、メーサーっていう、本当に、ここでメーサーが出てきたことによって、なんか東方、これ以降、特に平成の東方自衛隊のメカの方向性みたいなのも決ま,、うん、決まっただろうしっていう、平成というか、もう、ここでなんか全部決まってる感じがしないうん、でも、なんか、まあそう、そうなんですけど、やっぱ、なんだ、やっぱ本当になんか、メーサー、メーサー、メーサーだらけになっていくのって、平成以降のイメージが気がして、うん、平成以降というか、バーサスじゃない <laughs> バーサスは本当になんかメーサー、メーサータンクだ、メーサーヘリだ、なんだ、なんだな、なんて、なんでもメーサー。パズマメーサーキャノンとか、冷凍メーサーとかね、いろいろ。なんかそあのミゲニアムの時は、このメーサーを復活させたって感じがして、その、メーサーの発展したって感じは、まあまあ、気流が、は、そうだけど、なんか、うん。発展でいう意味はバーサスかな。 うん、まあ、だって普通に考え、普通に現実で考えたら、あの、だいたい、ね、えっ、ー、と、これがだから66年でしょ、うん、で、40年後だから現、実際の兵器って40年ぐらいならなんだかんだ、あの、継続して使われてるようなもんですからね。<laughs> 結構、うん、いろいろ見てると。あはいはい。で、うん、まあ、ちょっとこんな感じでね、この政これだけちょっと語っても語り尽くせないぐらいですね。ぶっちゃけ俺、フラボラもまだ語り尽くしてた、うん、まだ言いたいことあったっていう、ありますからね。というわけで、<う>皆さん、絶対見てください な、うん。と量、うん、言ったうん。なんで、絶対見てね。ということで、今回の、フランケンシュタインの怪獣、サンダ対ガイラですが、あなたの心にどんな、えー、ふるさとの歌が残りましたか <laughs> いやー、サって本当にいいもんですね <laughs>、えー。えそれでは、皆さん。あなたが船のヘリから海底を覗くとき、何かと目が合うかもしれませんよ。さよなら。さよなら。さよなら。目と目が合う。瞬間、好きな動物。